はい、どうもこんにちは、今回です。今回はめちゃくちゃスッキリしつつ VIP に安定的に入りたい、 VIP でもっと上に行きたい、700万か800万600万からもっと上に行く、そういう解説を交えていく、そういう動画にしたいと思います。よろしくお願いします。だいぶ前にクッパの解説動画完全版という動画を出して、こちらも結構皆さん見ていただいてありがとうございます。で配信のコメント欄とかでもね、これで VIP 行けましたとかたくさん声いただくんですけど、最近ちょっと増えてきたのが、またちょっと700万ぐらいで停滞しちゃってる、ちょっと VIP で行けるのにあとちょっとで VIP なのにちょっと届かないとかね、 VIP 入ったのにすぐ落ちちゃって安定しないとかって、そういう声いただきます。なので、あの動画にプラスアルファでこの動画見ていただいて、で安定させていこうと、そういう動画になってます。で、各試合ごとにテーマを設けてお話ししていきたいと思います。この試合はガン攻め仕様ですね。自分がリードしてるときはガン攻めしましょうっていう話です。でこっちが3スト、向こうが2ストなんでね、まずケツを出しちゃう。こんなケツをこう、あ、ちょっと雑だけどいいのかって、2回目出しちゃう。これ当たっていく。で、そして3回目のか、当てこれで終わって横綱上だよね。ということで、まあ、今のは本当に雑で極端な例ですけれども、自分がリードしてるときっていうのはどんどん強気に攻めていいです。こういうこともありです。さあ、それでは2戦目ゼルダとの対戦いきたいと思います。で、この試合でお伝えしたいのは、飛び道具持ってる間に全く付き合わなくていいって話ですね。もう試合ののっけから向こうはね、ファントムとそれからディンの炎をね巻いてきたと思うんですけど、もう届かない位置でただ待ってるだけです。これもそう、うん、これでいいんです。で、相手が近寄ってきますから。で、ちょっとこれ本当はガッケンつかみしたかったんだけど、まあこんな感じで結局こうやって見てみると、ダメージはゼルダの方が負ってますよね。つまり飛び道具に対してこっちから積極的に攻める必要性はないっていう風に私は思います。向こうが寄ってきてくるよね、こうやって打ち回避してくれるから、そこ掴んで跳ね返す。でもうこれで 30% 対 90% で、またファントムね、届かないやつなんで、こんなの見てから横 B で、もう 114% で、これは上強でバーストラインですから。で、あとはここで落ち着いてこうケツ当てていくっていう、こうやってこういう感じですね。もう飛び道具に対してはまずイライラしないこと、相手のペースに飲まれないこと、相手の飛び道具に付き合わないことね、届かないところにいれば別にいいし、遠くなればなるほど自分も見てからガードとかジャンプの回避が間に合っていくと思うんで、飛び道具に対してね、最速でどんどん突っ込んでいくと術中にはまるので、それをしなければ逆に大丈夫です。さあ、じゃあそこから見ていきましょう。途中ね、まあ、ここはちょっと電気区がいて、ここはもう相手もね、私の立ち回りを見てね、結構接近戦を挑んでくる形になってますから、もうこうなったら1スト目2ストック目の後半になったら、もうここからガンガン近接戦を挑んでいけばいいと思いますね。相手も1ストック目の私の様子を見てね、飛び道具だけ出してれば勝てるんだって多分思ってないと思うんで、そうなったらこっちのもんです。さあ、ここがケツで崖捕まって空上の食らってしまうが、しっかり受け身を取り、ファントムを見てちょっとこれダメだと思ったから落ち着いて遠ざかってガード。さあ、滑り上強で相手を浮かしてて着地狩りの展開を作り、崖はしっかりタイミング合わせて横行したシフト、こういう感じですね。しっかり崖で最後は詰めていくと。さあ、残り3スト目、これはでも復帰が弱いキャラクターも宿命です。ごめんなさい、私いつもは、はい、あいえさあ、それでは3戦目静江との対戦いきたいと思います。で、今回のテーマは自分が有利な時にだけ使える復帰阻止で、これかなり強い復帰阻止、まあもう気づいてる人もいるかもしれないんですけど、崖外空射というものになりますね。これをぜひ使っていただきたいという話になります。で、あくまでもこれは自分がストック有利な時だけだよっていうことをね、念頭に置いてよろしくお願いします。まあ、ちょっと姿勢は最初ね、やっぱどうしてもこっちがダメージを負いがちな展開になってしまうんですけど、体力差、バースト力の差を意識してね、特に萎えたりしないように、まあ、姿勢に最初ダメージ食らっちゃうのは自然なことなんだなぐらいのつもりでね、まあこうやってだんだん後半から追いついてて、空上で一瞬でバーストしていくと、これが体重とバースト力の差なんでね。で、ちょっと今自然の試合長いんで、今カットしちゃいました。で、今ここ2スト目の後半まで来てます。で、今自分が 150% ですね。で、この 150% に関しても自分がね、不利だとかっていう風に考えるんじゃなくて、ポジティブに考えることもできます。それはホカホカ補正といって、自分がダメージが溜まってれば溜まってるほど相手を吹っ飛ばす力が強くなるという仕様がスマブラにはあるんで、こんな感じで横火当てててね、もう 114% こっちが 169% ということは、ジャスガ横強で十分飛んでいくと。こんな感じでね、自分が強くなるということも忘れないようにしていきたいですね。で、この試合のテーマで一番お伝えしたかった崖外空車の件、これ最後のこの3ストック目でちょっとお見せしたいと思います。静江なんかは多分クッパからすると全然復帰阻止できないと思うんですよね。どっからでも帰ってくるし、風船が2個ついてるしで、結構復帰阻止難しいと思うんですけど、そんな静江でもね、まあ、要は多分ほぼ全キャラに効くクッパの復帰阻止、ストック先行時にだけ効く復帰阻止をね、ちょっとお見せしたいと思います。で、結構こうやって自分が2ストックで相手が1ストック、こういう状況が多いと思います、試合の後半になるんでね。で、自分がね、ストックリードしててパーセントが高ければ高いほどやりがいがあるんで、ぜひやってほしいですね。崖外空車のメリットをね、ちょっとお話ししておくと、
受け身を相手が失敗する可能性がある。そもそも相手のダメージが高いと受け身がそもそもできないケースがある。それからメテオになるケースがあると、この3つがあるおかげでね、崖が崖としてかなり強くなります。じゃあ行きましょう。こんな下まで突っ込んでいってしまうということ、これが今のピンク色のエフェクトが出たのが崖が受け身ができないっていう状況になってます。さあそれでは4戦目トゥーンリンクとの戦い見ていきましょう。まあ、今回も飛び道具なんですけれども、まあ、特にねやっぱり飛び道具が無理ですっていうご質問がすごく多いんでね。でこの試合のテーマは相手の打ち回避とジャンプを枯れっていう話になります。でどういうことかっていうと、飛び道具相手と追いかけっこしてると相手は結局どっかでこうやって打ち回避するんです。今のは打ち回避を待って上スマで待ってました。ああいう感じで飛び道具を右に追いかけ左に追いかけ右に追いかけ左に追いかけってやる中で必ず折り返ししますよね。右に行ったら今度左に行く、左に行ったら今度右に行くっていう折り返しをします。その時にどうやって相手は折り返しをしてるかというと、必ずジャンプで私たちを超えていくか打ち回避でめくってくるかのどっちかなのがほとんどなわけです。なので追い詰めたら逆にジャンプか打ち回避を待ち構えておいて、そこにバーストタクを置いておけばいいんですね。1ストック目は打ち回避を待ち構えておいて上スマを置いておいた例でした。で今回ね3ストック目じゃないや2ストック目はね今度はジャンプを借ります。いきますよ、ここ、はい、こういう風に自分が左を向いていて相手が右に行きたそうだなっていう風に悟った時は相手の方に突っ込んでいくのではなくて、相手が折り返してくる場所で待っていてジャンプの空上、あるいはジャンプの空後、それから上スマなどなどで待っておいてください、ね、追い詰めたら最後追い詰め切るのもいいけども、追い詰めたら折り返し地点で待っておく、これをねぜひやってほしいと思います。さあケツで割って最後は横スマ、あーおいー。それでは本日のラスト5戦目バイレスの対戦ねいきたいと思います。よろしくお願いします。でこの試合はねちょっとまあ特にテーマ ないかなないかもしれないけど、これジャンプ食う前しっかり決めていってケツばっこり 103% まだこっちは無傷である。それすっきり爽快していきたい。どうする、うー、あ、すかし横び失敗して横強 DA 食らってしまうが、インチキファイヤー根元からぶち込んでいって 135%、 もうこれはバースト体である。何でバーストする、何でバーストする、上強ブンブン丸、上強ブンブン丸、横強ブンブン丸、いやーなご丸、ケツで崖つかもうと思うが、これしっかりと普通に手で崖つかまって横 B 小ジャンプ兼ね合わせバースト台の上。さあ2ストック目のバーストタクなんですけどね、もうこれはただ面白かったから乗せただけっていうことになります。さあここはしっかりコンボから横 B に派生してて 64% 一気に1ストックつけていく。ケツで崖つかまって空下しっかり見られて横 DA、 ちょっとこれはね火力がこれはちょっと焦りすぎましたね。これはねでもこういうことをしてしまってはダメです。さあここで空下で打ち付けられて空上でぶち上げていくということで、今回はクッパのスッキリしつつかつ安定的にビッパー入る戦闘力をもう一つ伸ばしたいという方向けの動画でした。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録いいねよろしくお願いします。それではまた来週の動画でお会いしましょう。さよなら。